何か一言。いいお土産できました。美味しい？あれ。サクサクです。サクサク。1号の鉄橋だそうです。
いね。はい。はい。ひどい。余分に私1キロぐらい歩いてますから、もしかしたら皆さんは13キロぐらいかもしれない。今日恐ろしいけど、これどうして20キロまで行くのか。今もう4時でもう気が付いてるじゃないか。お父さんはお父さんのお父さんどうするか考えないと心配されて。ちなみに佐々木さん、18.8キロっておっしゃってます。え、誰が言ったのそれ。ということで、週間報告です。はい、はい、これからあと2時間歩いて20キロまで頑張ります。はい、じゃあこれ
が終わってからっていうわけじゃないんだ。それからあとスカイツリーを通ってそれから浅草へ出て浅草のうちから浅草通りを通って上野へ来ました。歩いた距離は、はい、皆さん私が一番近かった 19.7 キロでした。ああ。20あかん20来てないです。あと300メートル歩かなきゃ。もうちょっと歩きます。300メートル歩きましょう。はい、じゃあ、お店を探すまで300歩きますから。はい、ということで、今日はお疲れ様でした。はい、じゃあ、あと300メートル。あと300メートル歩きます。はい、じゃあ、マスクでワンダーしましょう。はい、またお疲れ様でした。はい、またお疲れ様。